はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのスプリングフェスタガチャを引いていきたいと思います。で、バナーキャラが佐伯さん、オクタビア、ドエの3人になってまして、一応40連まで引きますとバナー PSR 確定という形になってますので、まあ、内容的にはかなりいいかなと思います。で、オクタビアがどうしても出なかった人に関しては60連までいくと、まあ、絶対オクタビアの SR か PSR が手に入るというようなところになってます。あとは厳選は20キャラのみということと、あとずっと PSR と SR の出現率が2倍になってるみたいなので、まあ本当内容的にはいいですね。で、厳選20キャラがどんなキャラがいるかっていうのは、まあ、20キャラなんで見ていくと、みやびちゃん、二刀流ルナちゃん、アーサー、闇の先駆け、さっちゃん、さなちゃん、サイカ、なぎさちゃん、赤原、みよちゃん、通常ですね、ルカティン、のむちゃん、にじたに、ちーちゃん、まあ、これも通常を、でゆかり様、レイリーというところなんで、まあキャラもかなりいいですねというところになってます。じゃあ、まあ早速10連から引いていきましょう。ここはバナー PR 以上1枚確定ですね。で、佐伯さんが PSR を持ってるんだけれども開放してないので SR45 で運用してますというところで、同上に関しては PSR プラス0で普通に運用してますという感じです。で、オクタビアが SR のプラ4、PSR は持ってませんので、オクタビアが結構いっぱい出てきてくれたと。佐伯さんの PR もいいですね。あと俺、王子佐伯の方はもう全然持ってないんで、まあ、そっちの方を解放に回すということはできないですね。じゃあ20連目いきましょう、SR。厳選キャラだとね、通常の SR も、まあ、いいキャラが出る可能性が高いので、やっぱ常設がねどうしてもなかなか厳しいの。よし、同上、これはかなりでかい。そして同上の PR で、サナちゃんはね、サンタサナちゃんが未だに PSR プライオンなんで、ここで何かしらで解放できてくれると嬉しいですね。で、みやびちゃんはいずれ出てくるであろう野球マン5号のために、まあ、取っておくっていうのがありだと思います。まあ俺は野球マン5号とか全然性能わかんないんでちょっとあれですけども。で、30連目に行きます。あ、そうそうそう。で、今回はあれ最初に言ったっけ、40連まで引きます。キラーンと、ちょ、2倍になってんだよね、そういえば。あ、だから3個入ってる全然出ないなって言おうとしたけど、オクタビアこれで完全にプラ5で、闇のはどうだったっけ、もう分かんない。で、アーサーも PSR プライオンなんで、まあ、本当に強キャラが揃ってますね、このガチャは。まあ、その分ね、タッチも多分引いてる人もいると思うんで、タッチも引きつつスプリングフェスタになるとちょっときついよねというところ。じゃあバナー PSR の40連に行きます。オクタビアが出てもどこまで解放できるかがちょっと微妙。本当だったらやっぱ同上が欲しい。同上がマジで全然解放できてないんで、やった、また3つ。2倍ってやっぱ結構すごいね。オクタビア、まあまあまあ一緒。オクタビアはね、ただ正直ね、45で使ってて全然問題はないキャラですね、性能的には。で、あと2つ、最後の2つじゃん、サイガ。あ、どうやだ、よし、だ、サイガ PSR か。サイガはもう PSR プラゴのフル覚醒とまではいかないけど、ちょっとほぼほぼフル覚醒してるんで、てか PSR 入ってたね。だから、もうなんか通常で出てくる PSR がなんかそこまで恵まれてない気もするけど、まあいいでしょう。ちょっとオクタビアのプラゴっていうか50はやる気150なんで、あ、でもやる気が50から150になるのか、100から150とはまたわけが違うからね。でも今どうなんだろうね、やる気デッキって、まあ、ブレインマッスルの時にめちゃくちゃ流行りましたけど、この 100% がそのどう生きてくるかっていうのがちょっと細かいデータが分かんないんで、まあ、一応こんな感じです。まあ、いつもオクタビア使ってるからねあれだけど。で、あとちょっとあるのが、 B
PN ガチャ的なやつ今なってると思うんですけど、ちょっとね PN 牧場をやりました。で、まあ、鍛えるキャラは結構厳選してます。もう整理するのがめんどくさいんで、で60万だいたいあったのを40万使いました。40万ガチャポイントで20万ガチャポイント残してあるのは、なんかその結構アイテムガチャみたいなのがたまに出てきてガチャポイントを消耗したりするんで、まあなんとなくですけど20万くらい残してあります。で一応40万ガチャポイントくらい使ってできた結果が、まあ堂上くんの PN が3つ、レイリーが2つ、大田くんが4つ、闇野が3つ、アーサー3つの、先駆けくん3つの、赤原3つの、ちーちゃん3つ。一応このキャラだけで今回整理してます。他のキャラはもう全部売っ払ったっていうか、強化に突っ込んだのか強化に突っ込んでありますので、だいたい20万じゃなくて40万使うと PN が3キャラから4キャラくらいができるという感じですね。まあレイリーは少なかったんで2キャラで、大田くんがだから多かったのかで、4キャラ、あともちろんねちょっと余りとかもポチポチあるんで、まあ、一応 PN 牧場はそこそこ美味しいので、時間があれば、いかんせん時間が取られるっていうねものがありますので、時間があれば、まだもう少し期間があると思いますのでやってみたらいかがでしょうか、という感じです。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。